こんにちは。AWS サポートディープダイブシリーズにようこそ。私は東京オフィスで勤務するクラウドサポートエンジニアのおはです。私たちの仕事は技術力でお客様のイノベーションをお手伝いすることです。お客様の技術的な問題や課題を解決するために、時に深く深く調査や検証、分析、考察を行うことがあります。このような深掘りを私たちはディープダイブと呼んでいます。 今回はディープダイブ事例として、アナリティクスプロファイルでのトラブルシューティングの事例を紹介します。クラウドサポートエンジニアのディープな世界に飛び込んでみてください。Amazon Open Search Service という検索エンジンのオープンサーチおよび Elastic Search のマネージドサービスがあります。 エラスティックサーチ6.8から7.9へのバージョンアップを実施後の性能テストで、マスターノードのパフォーマンスが著しく低下したお客様がおり、問題の特定を行いました。Amazon Open Search Service ではクラスターを構成するノードの種類がいくつかあります。今回のお客様は専用マスターノードのメモリ負荷が高まっていることを懸念されていました。 まず、それぞれのバージョンのメトリックスを比較すると、リクエストレートが低下しているにもかかわらず、マスターノードの負荷が増加していることが分かりました。マスターノードの負荷が高まったという事実はあるものの、この時点ではバージョンアップに起因すると断定するには情報が足りず、申告いただいた通りの問題の切り分けのために、ドメインの構成を変化させて性能テストを実施してもらい、 マスターノードの負荷増加が原因である可能性が高いことを絞り込みました。JVM 関連のクラウドウォッチメトリクスを確認すると、マスターノードでのガベージコレクション発生数が多いことが分かったため、JVM ヒープ領域の使用状況の変化が怪しいと判断しました。さらにログを深掘りすると、マスターノードで見慣れないログが大量に出ていることを確認しました。 見慣れないメッセージから GitHub を検索し、Elasticsearch 向けの言語プラグインであることが判明しました。ベトナム語プラグインは Elasticsearch7.7 から含まれるため、アップグレード前にはありませんでした。バージョンアップにてベトナム語プラグインはデフォルトでインストールされた状態となり、そのプラグインに関するログがマスターノートで大量に出ていることで、非箇所として濃厚になりました。 しかしこの時点ではベトナム語プラグインがマスターノートのパフォーマンスに影響するか、また根本原因がベトナム語プラグインなのか、バージョンアップによる他のコンポーネントの変更の影響なのか判断できなかったため、引き続き調査を進めました。サポートエンジニアとしての調査で重要なのは再現検証です。再現ができれば問題の特定が容易になりますし、 もし問題の特定ができなくてもサービスチームでの調査において、非箇所の絞り込みは完了しているので、非常に対応がスムーズとなります。このため、お客様が実施した回帰テストを模倣して再現するか検証しました。この時点でお客様のテストシナリオの理解が曖昧であったため、エラスティックサーチのベンチマークで一般的なラリーを使って再現するか確認しましたが、むしろパフォーマンスが向上していることを確認しました。 ラリーでもやし色が出ているものの、お客様の負荷テストよりも少ないことが分かりました。そこでお客様のテストシナリオをもとに独自のシナリオを定義することにしました。お客様のシナリオは検索よりインデックスの作成・削除が多いものとなっていました。お客様のテストシナリオからシンプルな独自シナリオを定義し、 JupiterLab からの操作が容易である政治メーカーノートブックから実行しました。その結果、マスターノートの負荷が上昇している事情を再現させることができました。しかし、Amazon OpenSearch サービスはマネージドサービスであるため、クラスターを構成する各ノードで稼働するエラスティックサーチプロセスの JVM 情報を参照することはできません。 このため、オープンソースの Elasticsearch を Docker で稼働させ、さらに Docker コンテナ上で付加テストも行いました。コンテナ内の Java 関連コマンドにて JVMHeap のヒストグラムや h e a p ンプを取得し解析を行いました。最終的に W というベトナム語プラグイン由来のクラスが大きな Heap 使用量であることが分かり、原因の特定が完了しました。 以降は e ラ a s t ック Search プラグインの仕組みです。プラグインごとのエントリとなるクラスは REST API から確認が可能です。見慣れないメッセージの出力箇所にてダブルクラスのリストを生成しており、非常に怪しい箇所となっています。今回の問題の原因はインデックスの作成の都度、ユニグラムの辞書をロードしていることでした。 本で章で厄介なのはベトナム語プラグインを使わなくても辞書をロードしてしまう点です。対策としては辞書オブジェクトのシングルトン化や実装方法全体の見直しが考えられます。Amazon Open Search Service も利用できる日本語プラグインの黒文字はシングルトンとなっています。辞書オブジェクトのように大きなサイズで参照のみを行うオブジェクトに適用することでメモリ効率が良い設計となっています。 本ケースはサポートからの報告を踏まえてサービスチームで修正を実施する方向となりました。お客様へは事象の調査結果をご案内し、ケースはクローズしています。この事例では問題の切り分けにおいて対局的な視点から徐々にドリルダウンしていきました。また切り分けのために仮説と検証を何度か行っており、よく分からない事象を明らかにする作業はサポートエンジニアの醍醐味かと思います。 AWS のサービスはオープンソースのソフトウェアをマネージドで動かすサービスも多いです。そのようなサービスでは、検証においてオープンソースを利用して深掘りすることが可能です。様々なやり方が考えられますが、今や Docker や Jupyter などは一般的なスキルと言えるものの、有効に使うことで再現性やポータビリティの高い検証が可能です。アナリティクスやビッグデータ関連のソフトウェアは j a v a の知識を活かせるシチュエーションが多いです。 また JVM のトラブル周期ができる方はとても重宝されますし、オープンソースプロジェクトへのコントリビュートも可能です。また、もし現在そういった知識がないとしても、AWS サポートの仕事を通じて身につけることが可能ですので、サポートエンジニアに興味を持っていただけると嬉しいです。今回のディープダイブ事例紹介は以上となります。クラウドサポートエンジニアのディープダイブ、いかがでしたでしょうか トラブルシューティングの技術的な楽しさが少しでも伝われば幸いです。動画の概要欄にキャイオリア採用ページのリンクを貼ってあります。他の動画やイベント情報なども掲載しておりますので、クラウドサポートエンジニアの仕事に興味を持っていただいた方はぜひご確認ください。それではご視聴いただきありがとうございました。